先日、ポートランドに改造が実施されることが発表されましたね。実装が大陸版と比べると、かなり遅い実装だったみたいで、待ち望んでいた人が多かったみたいですが、実際ポートランド界がどれだけ強くなるのか、性能を見てみようかと思います。一応大陸版のデータを参考にしているから、実際日本で実装された場合、そのまま同じ性能で来るかはわからないので注意してね。では、まず改造後の変更点を見てみようと思うよ。ステータスはこの4つが改造によって上昇するわね。強くなるのはわかるんだけど、いまいちどのぐらい強くなったのかが見えてこないな。じゃあ改造前の性能と、改造後の性能を従順の中で比較してみるわよ。まずは現時点でのステータスの性能はこんな感じよ。現状でも火力以外、普通に高水準じゃない。それが改造後だと、こう変化するわよ。は、改造で耐久、対空、回避がトップクラスの性能になり、低かった火力も強化されて従順の中で火力も倍ぐらい上位に来てるな。さらにスキルでインディアナポリスを一緒に編成すると、火力、対空、装填が最大で 15% 上昇するから、それを含めた性能でランキング化すると。だからか、みんなポートランドの改造を待ち望んでいたのは、レア感だから、それなりに入手しやすくて強いっていうのも魅力ね。あと、改造で、装備の補正値も上昇しているから、ここでも火力や対空性能の向上もされているわね。そりゃあ、ぶっちゃけ調整失敗したように見える性能だから、運営が若干実装を遅らせてる意味が分かってきたな。もしかしたら、日本版で実装される際は何かしらの調整が本当に入ってくるんじゃないかと疑ってしまう。まあ、そこは実装時までわからないから、待つしかないわね。ちなみに改造実装予定は2月上旬から中旬ぐらいみたいね。楽しみにしてましょう。あとは、ポートランド界を入れたおすすめ編成を紹介していくわよ。基本的には、主力艦隊にプリンス・オブ・ウェールズを入れたユニオン編成がおすすめね。プリンス・オブ・ウェールズは期間限定建造だけど、2月に通常建造に実装されるみたいだから、持ってない人でも今後入手が可能になるみたいよ。もしかしたら、それと合わせてポートランドの改造を実装するのかもしれないね。それで、前衛には当然ポートランドとインディアナポリスがセットで編成になるわね。ここまでがほぼ固定でいいんじゃないかしら。で、残りの3枠だけど、まあ大体の人がそのうちに枠は想像できちゃうような気がするけど、まずはユニオンで相当してっと。前衛でユニオンといえば、あの姉貴しかいないものね。前衛はクリーブランドが火力、対空面での強化ができるのでおすすめね。主力艦隊の方も一番最初に来ちゃってるな。空母でエンタープライズが入っちゃうのは仕方ないわね。あと、最後の1枠だけど。空母だったら、前衛の火力アップスキルがある、レキシントン、サラトガ、ヨークタウンあたりが候補で。戦艦なら、エンタープライズと相性はあまり良くないけど、サウスダコタがおすすめかしらね。ポートランドを入れたユニオン編成はこんなところじゃないかしら。まだ実装されてないから、はっきりとしたことは言えないけど、ポートランド界は大陸版でトップ性能のキャラだから、ユニオン編成にこだわらず、他の強力なキャラで編成しても強いみたいよ。というわけで今回はもうじき実装されるポートランド界について簡単に考察してみました。今回はこれで、以上になります。それでは、ご視聴ありがとうございました。